はい、どうもみなさん、こんにちは。カルティビのカルです。まあ、今回はもうすぐ100人行くと言って、100人企画のための紹介をしていきたいと思います。まあ、今回行われる100人企画なんですけど、まあ、一回、ショップの、やっこれ引いちゃいましょう。まあ、今回もうすぐでみなあの、リスナーさんたちのおかげで、100人行くということなので、まあ、100人記念にちなんだ、まあ、自分まだ、中学生、自称中学生とかあるんで、まだ、高すぎるものはできないと思ったんで、まあ、まあ、ルームで、ライブやって、まあ、本番ルーム5000通のやって、それで、ドンカツ数1番、キル、あの、1ゲームでの最高キル数の人、あと目立った人と、あと自分が、あ、この人いいなって思った人の4人に、服をプレゼントしたいと思っています。まあ、その服なんですけど、まあ、まあ、一応セットです。あの、人にあげられるやつなんで、ここより、これ、贈り物で見ましょう。まあ、簡単に男の人の場合の話をしますね。まあ、まず、ドンカツ数が多い人には、まあ、自分が、まあ、これ着てみたいなっていう服はこれなんで、これを渡そうと思ってます。ドンカツ数が一番多い人には。やりますしますね、これ段階。で、ドンカツ数が一番多い人にはこの服って決まってますね。で、逆に今度最高キル数の方、まあ、うまいって方なんで、まあ、まあ、どうしようかなって迷ってたんですけど、まあ、これは、ドン枝にしちゃうのはちょっとダメだなと思ったんで、まあ今迷ってるところなんですけど、ちょっと無理ですね、これ。これ、いけたらこれにしたいと思ってますね。無理だったときは、まあ、ここら辺、これぐらいにしとこうかなって感じもあったですね。まあこれにしようか、あれにするか当日決めます。で、逆に目立った人の方には、まあ、目立った人に高すぎるのもちょっと、自分の金がちょっと飛んでっちゃうんで、まあ、目立った人にはこれもちょっとどれにしようかなって今考えてます。これですね、目立った方にはこれをあげようと思います。ただ自分が良かったなと思う方には、まあ、まあ自分がその時に会った分だけあげようと思います。まあ今回はそんなもんですね。女性の方の服も同じ値段で買おうと思ってるんで、まあ買えるやつ買っていこうかなって感じです。まあ今急遽で回してるんでちょっともう風も引いてるっていうのがあるんですけど、で女性の方の服の作り方って結構高いですね、みんな。まあこれちょっと今回はまあこんな感じですぐ動画回したんですけど、あと自分はこの金の買って喜んでますね、金のやつ。あと今自分の服はこんな感じです。結構集まりましたね、いい人が。セットで言うとこの2着ですね、これとこれですね、今は。まあ、あとは、こういう、これは3つぐらいしかないです。トップスが結構あるんですよ、これ。これも買いましたね。ワンチャントップ。高いっすね、これ。これも、課金して当たりました、ね。これで引いたら。金のやつも、これ、金で一発で当たりましたね、これ。これ、ここら辺可愛いなと思って使ってます。じゃあ、今回はこんなもんで終わりましょう。あと、フレンド申請とか良ければお願いします。あと、良ければ、ツイッターもやってるんでよろしくお願いします。あと、もしも話すときにディスコとか使いたいんで、ディスコとか。まあ、やり方いまいちわかんないんですけど、教えてくれればありがたいです。あと、もしも、暇だとか、まあ、自分にこんなエンディングやオープニング使ってほしいっていうのあった場合、とか、まあ、チャンネルのやつとか、あの、画面のやつ、まあ、絵とか、動画とか作ってもらえればありがたいんで、まあ、作ってもらったら、送ってもらえば使うので、よろしくお願いします。では、今回はこれで終わりましょう。